新幕末ラジオ第131回、はい、坂本龍馬、中岡慎太郎、はい、あなたの喋る幕はなし。中岡です。もう言ったもう一度俺の口から。もうみんな知ってる。ありがとう。まずもがないよ、うん、もうゴールデンウィークだ。早いね。はあ、世の中一般はあっという間っすわ。ん、世の中一般は9連休と聞く、うん、今日から長い人は。君は暦通り、あ、そもそも休みはなし僕は365日休みだから、うん、ゴールデンウィークとかないんで。あ、うん、いい身分だな。ダイヤモンドイヤーだから1年間丸々1年間カッチカチやな。カッチカチよやることはないんだけどね、365日休みなんだけどさ、うん、あ、かわいそうだな。逆にな、そこへ行くと君は、うん、ゴールデンウィークの予定を聞こう。はい、あ、聞こう。まあサバゲーがある日はサバゲーに行き、ゴールデンウィークまでサバゲーやんの。うん、休みの日はあるからね普通に。いや、サバゲーゴールデンウィークまでやんの休みの日。そりゃあ、なんかイベントあんの。玉を、ね、バス金になるとかそれ自分の使う玉でいいんだってあんのかい金の玉ってもう、金の玉は聞いたことないけど、玉の色はいろんな色あるよ。え、カラフル、マッキッキーの玉とか。君黄色い玉使ってんの。使ってるわけない俺ね、視認しやすい白い玉使ってる。あー、白が一番か。いや、本来は敵にも玉分かっちゃうからダメなんだけど、はい、自分で撃ったところが分かるから。何、敵にも玉分かっちゃうって。何、目視で敵は避けんの。撃ってきたら白い玉だったら見えるのさ、うん、で大体飛んできたところから あそこにいるんだなって。あー、射線が分かるんだ。そう、そこで黒っぽい灰色の玉を使うと、うん、撃っても、あ、なんか飛んできた、どこだってなるの。でもそれやると自分で撃った球もどこ飛んでたか分かんない時があって、一長一短なわけか。弾道補正ができないんだよ。はあ、僕赤にしよっかなあるかな、赤っぽい球でもあるはずだ確か。ピンクは、ピンクも探せば。シマシマとかないの。それはないわ。あ、ないんだ。プラスチックの、あの固めなきゃいけないから。あ、2種類とか BB 弾で坂ちゃんマークとかついたやつない。多分まっすぐ飛ばないと思う。オリジナルペイントオリジナルグッズかしらやつ一発何本よーく見ると、あ、これ坂ちゃんの顔書いてあるぞ。中にレーザー刻印してあるそう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 一発10円とかすると思うけど口に入れるとなんか甘いな。それ飴でいいだろだ、飴でいいんだってコードに似たようなもんだろむしろ痛くなくていいんじゃない、当たった時に。飴の方が、飴痛いわ。コンペイトーとかで代用できないかな、弾。いや、できない。口に入って嬉しいみたいなまず打った瞬間割れるし、飛んでったとしても相手のゴーグルとかで割れて体に、顔に刺さりまくったりするからどんなん系痛い、当たったら。痛くない。痛いよ。あ、痛いんだ。この間あの敵と5メートルぐらいの位置で接敵しちゃって。近いね割と。でそこで相手撃ってきたんだよ、うん、で上に、下から上に向けてバーって撃ったのさ、うん、で俺こ足からこうダラララって当たって、はい、こうフェイスガードとゴーグルの隙間のここ、うん、入ったの。ここさ赤くなってない。あ、なってる。ここ今当たっちゃって。え、それニキビじゃなくて。ちょ、血まめになったの。血まめ、うん、血出てこっから。危ないなやめようぜそんな野蛮な競技1週間経ってもまだ治ってないって。こういう傷ができる、距離によっては。マシュマロで代用しよう。マシュマロ投げっこしよう。そっちの方が全然、絶対女の子とか来るって色とりどりのマシュマロを投げるとそれどっかのバーでやってくれ。ポップキャンディーガンみたいなの使ってポンポンポンと当たったら、まあ、うん、当たりましたって食べられると。マシュマロも絶対そっちの方がいいよな。まあ、ナーフガンとかはあるけどね、スポンジを打つエアガンみたいな。あ、それマシュマロにしよう。距離がよ。いや、いいだろ距離とか別になんでそんな見える距離だった。室内でやろうぜ。あー、室内の、うん、みんなでソファー座ってやろうゲームでもやってるねやってるよまあ、視聴者の皆さんはゴールデンウィークの予定はどうでしょうか。まあ、8連休9連休の人もいれば、行ってもどこに行っても混んでるので、うん、まあまあまあ家にいてゲームでもやってるのが一番いいんじゃないですかね。まあ、行ったとしてもあまりお客さんの来ない、うん、まあ、スーパーとか。スーパーって別にいつでも行けるよねスーパー、あのイオン的な、こうなんていうの。それもいつでも行けるよねまあ、うん、スーパー大特殊な、特別な日扱いなの君の中では。俺の中では別に今でも行けるよ。今すぐ行こうや。買い物に行くっていうこの一大イベントよ。いいかなって思うんだよな買い物一大イベントか、うん、どうせだって行ったって山岡屋のラーメン食うだけでしょ併設されてるあればね、うん、変わらんよ、うん。ああ場所によっては今イベントやってるからさ、まあ混むだろうけどイベント行ったりもいいんじゃない。中で、そう
ファクトリーとかでもよくやってるやつか、うん、今だったらあのゴールデンカムイ店やってるはず。ゴールデンカムイってもう完結したよね。したけども今やってる、どっかでやってるはずだ。僕最後まで読んだんだよな。あ、ネタバレになるから言わんとこ。ダメよ、うん、杉本のその後は言わんとこ。ダメよ、ダメ、やめと。白石の不死身なのに、うん、しかしみたいな。あ、言わんとこ。違う。あれゴールデンカムイだろ、うん、え、僕間違ってる。ゴールデンカムイ、もういやいや、合ってるよ。アシリパンのやつだよね。そう、アシリパン、はい。じゃあ不死身、あ、しかしみたいな。え、しかしにはな、なんでお前さ。お前はあれ、いやいや違う、しかし、いやだから、うん、あのね、うん、お前中圭君もでもちょっとお前察しが悪いって言われなかったか。言われてる、はい。今それしかしで本当のこと言っちゃったら、うん、そっちがネタバレになるだろう。それした分かってんだよ僕も、うんうんうん、読んでんだから、はい、正すな。そこで、え、バッドエンドなら見たくないなっていう。いやだ、言うなって。何も言わんといて。まあまあまあ、20年くらい経ってから ネタバレありにして、うん、俺は分かんないから。だいぶ分かっちゃったよ。だいぶ分かっちゃった。分かんない、いや絶対分かんない。